ミカ・カウリス・マキは、フィンランド出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。同じく映画監督のアキ・カウリス・マキは弟。ブラジルに住んでいたことがあり、ブラジルやブラジル音楽をテーマにした映画を何本か制作している。その他音楽ドキュメンタリー作品もいくつかある。高校卒業後、フィンランド南東部の小さな町で、 家やアパートのペンキ職人として働いていたが1976年の秋、人生で何か別のことをしようと考えた。彼は作業服を着たまま本屋に入り、ピーター・フォンバグの新刊、映画誌を買った。その本を読み映画監督になることを決意したという。1977年から1981年まで、ミュンヘンテレビ、映画大学で学び卒業後から、 映画制作活動に従事。1981年、弟の秋や友人と共に制作、配給会社のビリアルファフィルムプロダクションズを設立し、自主制作作品を多く手掛けた。設立メンバーは、カウリス・マキ兄弟の他にも、俳優のマッティ・ペロンパー、カリバー・アーナネン、撮影監督のティモ・サルミネンなど、多くの同僚や友人たちで構成されていた。 この時代のミカ・カウリスマキの作品には、ロードムービー、ザワースレスト、ロッソ、アクションコメディ、ヘルシンキナポリ、オールナイトロング、環境アドベンチャー、アマゾンなどがある。ミカのアシスタントや、脚本家として働いていた秋カウリスマキは、ミカが初女作、罪と罰を制作したのをきっかけに、監督としてのキャリアをスタートさせた。ビリーアルファが活躍していた時代には、ミッドナイトサン映画祭。 配給会社戦争フィルムズ、ヘルシンキのアンドラ映画館を共同設立した。同時期の1987年、ミカ・カウリスマキは、フィンランド国内ヘルシンキでプロダクション会社、マリアナフィルムをよ設立。会社名のマリアーナは、ミカ・カウリスマキの二人の娘の名前が由来である。その後2002年には、ドイツのハレにプロダクション会社スタミナメディア。 GMBH を共同設立した。やがて、ドイツなどヨーロッパを中心に根強いファンを獲得し、1992年に、ゾンビザ・ゴースト・トレインで、フィンランド映画賞監督賞を受賞する。その後、コンディション・レッド、禁断のプリズニや、アマゾンなどの作品では、海外との共同制作も経験し、映画監督としての名声を国際的なものにしていく。 1994年、サミュエール・フラー、ジム・ジャーム氏との共同制作、ティグレロ、A フィルム・ザット・ワズ・ネバ・メイドで、ベルリン国際映画祭にて、国際映画批評賞、フィプレスチ賞を受賞。2008年公開の、スリー・ワイズ・メンは、フィンランドのユッシ賞、メキシコのモンテレー国際映画祭やエストニアの、 タリン・ブラック・ナイツ映画祭やスペインのバラドリと国際映画祭などでノミネートされいくつかの賞を受賞した。2019年公開のメスタリ・チェンはドイツ・リューベックで行われた北欧フィルム・デイズにてベストフィルム賞を受賞、またミルバレー映画祭では観客賞を受賞した。2021年には日本国内での公開も決定した。2020年公開の グレーシャスナイトは、タリン・ブラック・ナイツ映画祭にノミネートされ2020年11月18日に、世界初演された。ブラジル音楽ドキュメンタリー、モロのブラジルモロのブラジルをはじめ、ブラジルの伝統音楽ショー炉のドキュメンタリー、ブラジラリニョ、グランデス・エンコントロス・デュ・ショー炉など、音楽ドキュメンタリー映画も多く制作されている。そのブラジルへの深い造形から、 1989年から2010年代、後半まで故郷とリオデジャネイロを往復する生活を送っていた。音楽に対する造形が深く、ブラジル音楽に限らず音楽ドキュメンタリー作品は多い。静かなる反抗者、小津安二郎大全収録。ありがとうございます。